乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由がわかる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私、東京でとある会社を経営してます。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか？いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。
参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。ああ最近多かね。うち娘もよか見とよ。これあれやろ、プリンセスリーグとか言いよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない、いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何のようだ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回道島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の藍蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方。ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、
単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が搭乗会の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか？俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？見捨てる？そうです。東上会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪の場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？合図を。自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛沢、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。愛沢、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。愛沢、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと？あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。
力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。4代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。